QI everybody, let's rock it! Hell yeah! ホネマでロック。よー。ロック、フジヤマ。Hello everybody, it's time for another edition of Rock Fujiyama, bringing the true rock spirit safe and sound. I'm your host, Kenny Guy.今日はね、僕が大好きな歌ってみてきますよ。マディガシよろしく。そう、今日はマディと仲良しのね、素敵な女性アーティストが遊びに来てくれてるね。はい、ね、ご紹介しましょう。日本から来てくれたロックディーバ、ギブラスフォーナナセアイノー。セレナーでしてましたよね、ギターで、ね、すぐ近寄ってくるからね。まずは実際に相川さんのライブとかでね、ギタリストとして参加してるんですね。 お世話になっておりますもう4年ぐらいやってますよね。そうですよ。いつの間にかマーティーなしではいられない。あ、言ってくれるじゃないですか。でも実は日本に来る前からマーティーは相川さんの曲を聴いてたんですね。そうですね、なんかツアーバスの中にでもガンガン聴いてたんですよ。アメリカでもヨーロッパでもフランスでもアリゾナでもすごいすごいすごい。ところで相川さんが最初にガツンときたロックの曲って何ですか？私ね、エアロスミスのね、ラブインアエレベーター。いい曲じゃん。癒しのロック、花歌優。相川七瀬さん、花歌優へようこそ。はい、こちらのコーナーではお客様の鼻歌から溢れ出るロックスピリッツをマーティーがギターで感じ取ります。相川さんの鼻歌の曲全部わかっちゃうよ。アホかいな。お、わしが本物じゃい。皆さん、ものすごい唾飛びましたけどね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ねえ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 、もうこれでちょっと分かっちゃう、ね、ラー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 。あー、はい、分かった。エアロスミス No Dude Looks Like a Lady、 でも弾き方分からないんです。その曲はな、こう弾くんじゃい。おめえの家族の米が腐ってる。どこで覚えたの？どこで覚えたの？わかんない。こいつに汚い日本語覚えやがってよ。これは絶対にマーティに分かってほしい。はい。いい？ララン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 。これ以上言うと絶対分かるもん。今は分かんないんですよ。もう一回お願いします。相川さん、完全にこっち向けてるからね。ローリーに背向けてますよね。だってこの歌の話はすごい散々してるもん、私たち二人で。超不利ですよね。でもすごい有名な曲ですよ、絶対知ってますよ。はい、ラレ、分かった。Guns N' Roses の Sweet Child of Mine でしょう。そうです。大丈夫、さん最後の問題お願いします。ラララダララダララ、僕は、はい、分かった。
まあ、ちょっとローリーの方がちょっと早かったかなと思うんだけど、うんうん、ゲリロン、そうです。はい、ということで、最後は TX でしたね。今日の花歌優より相川七瀬さんのロックスピリットを理解していた花歌王はローリー決定。砂糖入りの牛乳いらない。1枚ご紹介したいと思います。毎週楽しく